八つの円盤のハノイの塔ハノイの塔はパズルの一種。バラモンの塔またはルーカスタワーとも呼ばれる。以下のルールに従ってすべての円盤を右端の杭に移動させられれば完成。N 枚の円盤すべてを移動させるには最低に N-1 イス回の手数がかかる。回は次のように再帰的に考えることができる。塔を一番下にある円盤と 残りの円盤群というように分けてみる。そして、まず、残りの円盤群を移動させ、次に、一番下にある円盤を移動し、その上にまた、残りの円盤群を動かせばよい。回が、再帰的な構造をしているということから、この回の手順を表示させるという問題は、再帰的なコンピュータプログラムの単純な例題として、多用されている。ただし、支配数が、 メルセンヌ数なので、同じく再起の例題として多用される。フィボナッチ数のように、N が大きくなると、結果も、膨大となる。3本の棒に、A、B、C の名前を付ける。最初 A に、N 個の円盤があり、C に、すべての円盤を移動させるとすると、次のようにする。N イコール1の時は自明であるから、N1 の場合、上から、 n-1 個目までの円盤を何らかの方法で A から B に移動する。残った1枚を A から C に移動する。B にある円盤を何らかの方法で B から C に移動する。ここで1は最初 A に n-1 個の円盤があり、B にすべての円盤を移動させるという問題と捉えることができる。そこで次のようにする。上から n-2 個目までの円盤を何らかの方法で A から C に移動する。残った1枚を A から B に移動する。C にある円盤を何らかの方法で C から B に移動する。3も同様にして行うことができ、何らかの方法の部分を分解していくと解ける。再帰的でない解き方として以下のような手順がある。人間が解く場合にも利用可能である。このような単純なアルゴリズムで表記されるにもかかわらず、 実際には 2n-1 ってかかる。棒が4本以上の場合の最小手数は三角数を用いて計算できることが知られている。初期状態から n 回動かした状態は n の二進数表記から一意的に求めることができる。すべて左端の棒にある状態からすべて右端の棒に移動させる場合、角円盤の位置は以下のように求められる。ただし、 左端の棒の左隣は右端、右端の棒の右隣は左端とする。二進数の演算を利用すると N 番目の移動を簡単に表記することができる。C 言語の表記を用いると N 番目の移動はパーセント %3 番目の棒にある円盤をプラス1、パーセント %3 番目の棒に移動するとなる。なお、メルセンヌ数は日値数では すべての桁の位を占める数が1になるから、前述の日値数演算による解析は、すべての棒に与えられた枚数 N 分の日値、メルセンヌ数桁との因果関係を明らかにしている。これは、事項のパリティとグレーコード解放にも大きく、関与していると言える。ハノイの等の解答とグレーコードによる数字の表記は、近い位置にある。 グレーコードによって表記された数字の一番下の桁に一番、小さい円盤、次の数字に二番目の円盤というように全ての桁と円盤を対応付けたとき、数字が変化することによって変わるビットに対応する円盤を動かすことで回答が求められる。この方法では動かす円盤がわかるだけで、どの棒に動かすべきかは求められないが、円盤同士のパリティを考えることにより、移動先も定まる。 前述の通り、すべての桁と円盤を対応づけることは、その桁に対応したメルセンの数に支配されることと等しい。ハノイの塔は、フランスの数学者、エドアール・リューカが1883年に発売したゲーム、ハノイの塔がルーツである。パッケージには、L.I. ソースティア大学勤務のシャム出身のエヌ・クロース教授により、トンキンからもたらされたゲームと書かれているが、 L.I. ソースティア大学は、リュカが働いていたリセサンル以降のアナグラム、シャム出身のエヌクロースは、アミアン出身のリュカのアナグラムであるため、すべては、リュカの創作だと思われている。同魂のリーフレットには、次のような伝説があると書かれていた。インドのガンジスガーのアゼヌバラナシに、世界の中心を表すという巨大な寺院がある。そこには、聖堂の板の上に、長さ1キュビット、 太さが蜂の体ほどの三本のダイヤモンドの針が立てられている。そのうちの一本には、天地創造の時に神が64枚の純金の円盤を大きい円盤から順に重ねておいた。これがブラフマーの塔である。司祭たちはそこで昼夜を通して円盤を別の柱に移し替えている。そして、すべての円盤の移し替えが終わった時に、世界は崩壊し、終焉を迎える。 パッケージではハノイの塔となっていたが、リーフレットではブラフマーの塔となっていた。ハノイはトンキンの中心都市、ブラフマーはヒンドゥー教や仏教における創造神である。この話には多くのバリエーションが生まれた。例えばダイヤモンドの針の代わりに大理石の柱が立っているなどである。64枚の円盤を移動させるには最低でもかかり、 一枚移動させるのに一秒かかったとすると最低でも約5845億年かかる。日本では1907年に書かれた書物世界遊戯法大全で紹介されている。その中では何回移動させればいいかなど数学的考察もしっかり書かれている。注釈出典ありがとうございます。